はい、香ばしいでございます。ちょっとね、事故った。いつも絶対なんか今まで一回も間違ったことないんだけど、このフライパンでさ作ってるじゃない、ご飯を。でさ、蓋さ普通にこう持ってさポンといってさ、なんか周り油飛ばないようにとかさするじゃない。なんかよし、もう火通ったかなって開ける瞬間に気づいたんだけど、なんか蓋を逆にこうポッてやっちゃったから、やばいって、持つところがないって自分でもびっくり、初めての間違いしました。だから持ち手普通さあるじゃん、上に。それを逆にして、だから持ち手があの食べ物と一緒の空間の方に行っちゃってて、やばいやばいってだからハサミ、こういうあの挟む方のハサミ、トングみたいなの使って頑張って開けた。びっくりした。人生で初めての間違いでした。わかんない、だから両手でさ普通にこうやって置いたのかなね。なんかそこの蓋をした記憶がない。多分両手で持ってやったんだろうな。蓋もびっくりね蓋もびっくりしたろうにね、持ち手も。あれってお肉と一緒だよみたいな焦げなかったら大丈夫蓋の気持ち考えてあげてって怒られたんだけど、すいません。うん、でも美味しかった。でもたくさん、いつもたくさん作っちゃって絶対一回で食べきれないから、明日また食べます。食材にくっついて、どうだろう、くっついてたのかな。もう熱くて熱くてもう触れなかったから、こうやってそのままポイってせ、あの何、お皿洗うところ、水のところにポイってたから汚れてるかも。ん、ゴディバのなんとかかんとか飲んだって言った。あかりんがね、お誕生日の時にね、ゴディバのあの券っていうかギフトカードくれたから、それね、いつか使おうと思って楽しみにしてるから、それに使ってみようかな。あ、コディバの方でじゃなくてマックの方でやってるの。あ、なんかそれ見た気がする。あ、じゃあ使えないか、マックだったら。コディバではなんかないのかな、なんかこういうなんか飲めるみたいな。裏目のひとみちゃんって、そう、ひとみちゃん、そうだよ、だけひとみちゃんのことだよ。
どこ行くさ、どっか行く話したっけ。おー、ほんと今日楽しかったって。よかったですね。私も楽しかった。リフレイン好きなの。まあ好きだし、好きだけど、まあ盛り上がる、もう何だろう、歌詞もダイレクト分かりやすい、難しいこと考えなくてもさ、なんかずっとちゃんと聞いてなくてもさ、こうすぐスッと入ってこない、あのリフレインの詞って。そこがいい。なんかたまにさ、なんかって聞いてないとさ、だって歌詞入ってきてもどういう意味だみたいな、たまにあるじゃない。あ、これあの悪口じゃないですよ。そう、あのそう、じっくり聞きたいなっていう人にはそういう曲いいかもしれないし、でも私はあのやっぱあのスッて入ってくるやつ好きだから、わかりやすいって好きだから。まあ第一の理由はちょっとこんなこと言ったら怒られちゃうかな、あの新規振り入れが発生しないやつがいいと思って、アンケート来た時に、あ、これはきっともしかしたら反映されるかもしれないって思ったから、そう、そう、この条件の中で一番いい楽曲なんだって思った時にリフレインですよ。そう、いやだし、あのそんなこの期間に振り入れしないってことは、あのその表現の方にあのパワーを注げるから、注ぐことができるので、ほら振り入れすると、あの振りなんだっけにこっちの思考が傾いちゃうから、そう、慣れ親しんで可愛い、上がる、盛り上がる、この条件が揃ったこの曲をやることによって、こう、こちら側のこの表現力もアップするといういいことしかない。そう、そういう考え方。ものはいいよって言われた。でも好き、なんかうん、シンプルに上げ曲で好きです。りんなぎだったね。そうだね、なぎちゃんと一緒だったね。あーね、大騒ぎ天国すごい楽しかった。もちろん初めてだったけど、メールにも書いたけど、今後絶対ライブコンサートとかで定番曲になりそうってぐらいアゲアゲ。皆さんはこのコールどうアレンジするんですか？声出せるようになったら。3、2、1。ここはみんな別に、みんなそのまださついてないじゃん、出せないから。この状況の中で誕生した曲だから、まだ誰もアレンジしてないじゃない、みんなの中では。みんなはどんなところで自分だったらこうコール入れたいなっていう風に思ってるの？一番最初はちょっと難しいかな。3、2、1。右から左、後ろから下から、お騒ぎ、はい、やっぱこのサビ終わった後かな。あい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 とか、
え、なんかちょっと変な言葉入れてほしい。うーとかはーいとかおーいはそうなんか入れやすいけど、ちょっと もっとなんか呪文みたいなこと言ってよ。ちょっと楽しみ、そういうなんか考えついた人は今度やってみて、心の中で。え、全然あのさ、あれポニーシュシュとかでさ、イントロでさ「ルルルル」みたいに言ってた、言ってたじゃんみんな。あれ初めて聞いた時衝撃だったな、本当に呪文唱えてるって思った。じゃあタイガーファイヤーじゃない違うバージョン、それそれそれ、チャペチャペから始まる言葉、楽しみですした。そうなんだね、ここで知ったと。そう毎回このねコメントでお勉強させてもらってます。だね、また一つ賢くなってしまった。寝たら忘れそう。私もね、アメピー今日楽しかったです。久しぶりにやった、前回やった時は多分エイドの前つのなんかでナナミンとびっくりたんかな、今日着たポジションの衣装に仰天ってなんか書いてあったから、やったことあるんだけど違うポジションだった。アメピンの衣装があった、ああみんなはああいう感じの衣装が好き。あ、本当だ、タワー来た、見ます。うん、ちょっと待ってね。あ、GGI さんがね、これ何なんだこれ、にぎやかなクマちゃんくれました。にぎやかな、なんだろうこれ、ありがとう。あ、リック、タワー、お、ま、誕生日、やん、おめでとう、お誕生日なん、お誕生日なんで私に投げるのよ、自分に使いなよ、やだ、お誕生日おめでとう、今日だって、お誕生日おめでとう、みんなもおめでとう。やだ、ごめんね、私の誕生日じゃないのに、ありがとう。びっくり探偵最初、あ、ごめん、あの仰天ゆりなちゃんです、すまぬ。ダメだよ、俺はこの前誕生日だった。おめでとう、でもそんなこと言ったらみんなに言われちゃう。みんなまとめておめでとうだよ。私も去年の7日お誕生日だった。キリがない。明日誕生日なの、私も今年の11月7日お誕生日なの、一緒だね。ほらもう適当なこと言い出す、もうアメピアメピ。ね、カラオケ配信やりたいんだけどさ、あのさ、このここにマイクがついてて、あの有線のやつさ全部なくした、
悲しい。Bluetooth で、あの紐はここでつながるみたいなとか、うんってやつは持ってるんだけど、どこ行ってしまったんだろう。多分よくコートの中とかに入れてるから、何かのコートのポッケの中に入ってるのかな。やりたい、私も。あとエアポッツの家なくしちゃった、昔から使ってたやつ。最近の話じゃないの、ここ何年かの話は今まとめて今話してる。なくしすぎっていうよりかは、今初めてここでなくした話してるから、すっごいなくしてる人みたいになってるんだけど、積もり積もって。あの買った時についてくるやつ、あのもちろん前のやつは持ってるの。でもさ、新しく iPhone を新しく買うとさ、この差し込み口っていうんですか、そこのやつがさ、なんか全部これか、なんか違くなるじゃない、ピンタイプのコネクトって言えばいいのか。うん、そう。でも捨ててない、まあ、なくしたというより、なんて言うんでしょうか、あの行方知らず、あの居場所がわからないっていうか、はぐれてしまったですかね。なくしてない、なくしてない。一瞬行方知れずなだけです。物はいいよ、パート2。遠距離恋愛かな。ふ、うん、探せばどっかにある。君にはもう大人がいるよと、眼差しはごともう扱いて、巡り合って怯え続けた。運命は見ない景、雨のピアニス探す気ないって言われてる。そっと弾き始めた、いつか聞いたショパンの別れの曲、涙ボロンボロン。みんないろんなとこで落ちた。え、アメピ。そっと弾き始めた、歌詞よく覚えてる。今日披露したんだもん。だってそりゃあね、八王子は楽しめましたか。八王子のね、外はもう本当に歩いてない。会場に着いてそのままライブをして、とんぼ帰りっていう感じなので、残念ながら明日に忘れる、うん、忘れてるかもしれない。安心して、衣装ですぐ分かった。アメピー、おー、明日お休みじゃないですね。明日はもうすぐに
コンサートの準備が始まるよ。アメピの衣装を撮影したかった。あ、確かにユニットで撮影とかもね。でもそうするとすごい長時間あね、撮影タイムになってしまうよ。まあでも今この声が出せないっていう状況で、ある意味それもね、いいのかもしれないね。結構こうなんていうから、作り手というか考える人はもうなんか結構撮影タイムどこがいいのかなって話してたりするけど、前はやっぱりそのさ、撮影タイムって喜ばれたりするかもしれないけど、やっぱライブ全体的に考えるとみんなやっぱ撮影に集中しちゃうから、こう雰囲気的には盛り下がってしまうんだよね。だから結構ね、入れるところ難しいねっていうのがあったんだけど、でもね、今の状況だったらいろいろ冒険してみてもいいのかもしれないね。みんな座ってるしね。ななさずと話してね、そう、今日順位が今度16位からこうダーって下手、みんなから見て左側の方にダーって並んでたから、お隣がなるちゃんとひなさんだったんだけどずっとおしゃべりしてた。まあ、りんちゃんも気づいてる。いや、私だけとかそういう話じゃなくて、前はやっぱりこのみんなのコールがあったりとかね、わーってできたから余計に前はすごい感じたけど、今だからね、鈍感になってしまうんだよね。その声を出せないっていうのが今当たり前になってきちゃってるから、ライブの盛り上がるってどうやって感じてたんだっけって思っちゃう時が時々ある。あ、あと今日はね、コップの中の木漏れ日もやった。ずっとミネルヴァの時に大変そうって思いながら見てたでもユニットシャッフルになった時に、私結局そのチェンジになってからは出てないんだけど、私もね、最初はネモアモじゃなくて、なんだっけ、蝶々のやつ、お姉さんと妹のやつ、なんだっけ、ど忘れしちゃった、なんだっけ、あ、推し飯だ、推し飯やってたんだけど、ユニットチェンジしてからはコップの木漏れ日だったから、やってたらね、だから今日ついにそのコップをやることになった。やったことある人がすごい脅してくる、ややこしいとか難しいとか、経験者がみんな口を揃えてそう言うから、だから振り入れの前にせいなさんに教えてもらって、みんなでサビとか、そうそうそう、ね、あの時はそうだね、マリアってやってたね。でも一番最初はね、鳥取で、鳥取の全国ツアーでなぎちゃんと一緒にやった。それが初めてだったな、私。でも多分経験者の方はね、2番もやってたからややこしいって言ってたんだと思う。私たちが今日やった尺ではサビとかも結構同じ振りとかだったから、まだ
まだ大丈夫だったかもしれない。めっちゃ最初、そう本当に最初入ってまだ1年も経ってない時じゃないかな。君の背中も初めてだった。みずきちゃんがお話し会でりんちゃんと久しぶりに会いたいって。本当？嬉しいな、みずきちゃん。あ、みずきちゃんといえば今日あ、ダメだ、バレるからダメだ、ごめんなさい。でも場所は言わないけど、大きい広告でみずきちゃんのバイトルの CM を見たって話。場所は言えないけど、自分がいたとこがバレちゃうから。そう、あるところで大きい画面で見たよっていう。あと5分で終わっちゃう。息するだけで切なくなってくる。ヒガズのコンサートのレッスン頑張ってって応援してもらえた。頑張っていきます。3つだもんね。今まで1月にやってたことが2月の頭にふるっとスライドしたなって感じ。何にも1曲やったわ。1曲やったけど、あと全く手をつけていないので、果たして間に合うのでしょうか。髪型それなんていうのは、なんだろうねこれ、なんかニュアンスとか髪の長さは全然違うけど、あ、これはひなちゃんの髪型にすごい近いですね。ひなちゃんヘア。全然髪色も長さもこの巻き替えも全然違うけど、やってることは同じです。こうね、編み込みして、で髪の毛が後ろに行かないようにメイクさんにここ止めてもらってるの。編み込み、ギャル感あるって言われた。じゃあヌルじゃない方の朝日ひなちゃんで、闇落ちする前闇落ちじゃないか。ありがとう。でもこれメイクさんに説明するのすごい難しい、ニュアンスが。グステつけてる？そうだね、このちょっと明るいやつとかはつけてるね。びっくりなコメントだった。来週の話か。あー、まあそっか、来週になっちゃうのか。2日続けてだよね次。ヨルピクマン、リフレよかった、よかったってみんな。このカードまだあった歌ってなくなっちゃった。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、なんで顎なんだろう。終わりかな。歌えってこと？カラオケの世界になっちゃった。ねえみんな
剥がれのやつ結構上手に言えるようになったよちょっと聞いてていくよ。フルメタルアルケミスト、どうぽくない？で、一人で言うときは結構のテンションが近くなるところを結構真似してやってるのくだらないってちょっと楽しくてめっちゃ笑われてる。フルメタルアルケミスト、だからなんか今下手くそ、ちょっと今度もっと上手にやるえ、おやすみ、すいません、フルメタルアルケミストで終わっちゃってジージーライさんとリクちゃんありがとうね、 Thank you。 Happy birthday to you。 これダメですね、日本語英語ですね。おやすみありがとう、ドボン来てくれた人、じゃあねGood night.